下の熱量に関係する計算例のとこを見てみましょう。例1のとこで、90度の湯 200g の中に10度の水を何 g 入れると60度になるか、こういう時にこのカロリーを使った計算、熱量のね、量、熱の量を表すこのカロリーを使ってやるとすごく、楽にできます。はい、解き方のところを見てください。温度変化に必要な熱量は水や湯の重さかける温度変化、さっきも出てきましたね、この水や湯の重さ、さっきは水 10g とか 1g とかいろいろ書いてましたね。で、温度変化っていうのはさっき言った1度変化、5度変化とか出てきましたね。今の場合、90度の湯を60度に下げましょうということですね。そうすると90度のお湯は 200g あったということなので、まず これが重さですね。重さ 200g かける温度変化、これは上がるだけではなくて下がることもありますね。今の場合は90度から60度にすればいいわけですね。まず水のことは置いておいて、 湯のことだけ考えましょう。は90度から90度じゃない、そうですね、90度から60度に結果として下がればいいわけですから、90-60、これが単位で書くと度ですね。温度変化、ということで必要な熱量は 200×30 ということで6000カロリー必要ということですね。はい、これはお湯の話ですね。湯、はい、湯は温度が下がるわけですから6000カロリー失うということになるわけです。はい、今度は水に注目です。水がこの6000カロリーお湯から奪うわけですから、どうすればいいのかというと、それだけの熱量、6000カロリーの熱量をこの10度の水がもらえばいいわけですね。なので水の重さを求めたかったら、ここ四角グラム、はい、これが重さですね、かける温度変化、はい、水は10度から60度に上がるわけですから、こうですね、温度変化同じだけの熱量をもらえばいいわけです。6000カロリーもらうということですね。なので四角を出したかったら6000÷50 ですね。で 120g というふうになるわけです。いいでしょうか。少し慣れないかもしれないけれども、一つだけこのね計算問題の例を説明しました。まあ、次も書いてあるので、まあ、例2また読んでおいてください。